小金級の新車を紹介します。形式は2000円系だそうです。ワンマン限定かつ1両という今までに類を見ない形式です。続いて乗務員室です。削除タイマーが追加されました。固定の位置もワンマン仕様に。枠ドアスイッチ室内灯は従来の2000と同じ位置でした。ドアチャイムも変更が加えられています。ドアにはありません。室内灯を押した時の音がリアル。扉が閉まります。駆け込み乗車はおやめください。続いて車内です。前々回紹介した001リモデルと同じくネームプレートが設置。座席はオールロングで優先席の場所が変わったぐらい。最後に配管です。3周年ロゴとワンマンロゴがあります。貫通扉が撤去されていてスマートな感じに。あとなんとこの車両、サンドア